どうもちです。どうも、アンソです。やっていきましょう。はい、今日はビッゼロから始める異世界生活ロストインメモリーズ。メモリゼロスこちらですね、はい、セガゲームズさんから配信中のアプリゲームでございまして、はい、あの大人気アニメ、うん、リゼロのね初となる、はいはいはい、公式スマホゲームなわけなんですけれども、ねまあ、今年 の, あの9月にリリースされてですね、うんまあ、すでにねもうリゼロ好きの皆様に遊んでいただいているゲームなんですけれども、はい、先行プレイとかもねそうだね僕たちやりましてやってあとリセマラの動画とかもね、うん、やってるんで、まあ、あの詳しいゲームシステムだったりとか、はい、どういったゲームだよっていうのはぜひね概要欄の方にその過去の動画も載せておきますので、うん、そちら見ていただければと思うんですが、はいはい、ちょっと今回ですね、はい、まあ今、リリースして大体2ヶ月ぐらいですね経ったわけなんですけどもみんなやってますからね改めてちょっと、うん、まだやっていない方とかね、はいはい、最近始めたよみたいな方向けに、はいはいはい、ちょっと初心者向けの見逃しポイント指南動画というものをおー細かいそう気づきにくいそうそうそうようなうんポイントを押さえてくれると、うん、そう結構ユーザーの中でもこう進め方どうしたらいいのとかほうほうほうそういうね、分かりにくいみたいなところを、はいはいはい、ちょっとこの動画で紹介できたらいいのかななるほどなるほど、はい、分かりやすくねということで見ていこうかなと思います、うん、やってみましょう初心者向けの指南動画ということで、うん、ポイントがですね、はいはい大きく分けて3つあるわけなんですけれども、はい、まずはですねスタミナ精度について、うんはい、ちょっと見ていこうかなとスタミナありますねはいいうことでこちら今ね、はい、ゲーム画面あると思うんですけども、うん、左上にあるのが10分の13と114分の273ってあるじゃないですか、はいはいはい、これがですね上にあるのが精神力で下にあるのがスタミナになってるんですけども、うん、まああのこのゲームそのね前の動画見てもらうと分かるんですけども、はい、大きく分けてこのストーリーとクエストっていうね2つのゲームモードが存在しておりますとですねはいでこのあの下のねマーク見てもらえば分かるんですけど、うん、左側のストーリーは、左上の精神力はい精神力に直結していてはいはいクエスト右側のクエストをプレイするにはスタミナが必要と必要になってくるなるほどでこのスタミナに関しては、うん、あの時間経過でね回復したりするんですけども、はい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 、このねストーリーに関しては、うんまあ、あのイフストーリーとかを楽しめるやつなんですけど、はいはいはい、これはなんと時間経過では回復しないとおーなるほどねなっていてどういうミッションちょっと押してもらうと、はい、こんな感じでデイリーノーマルイベントってあるんですけどもありますねこのデイリーミッションで12時以降にログインするとはい、精神力が3個受け取れるわけですねそういうことなるほどじゃあこれ受け取っていいですかなんですけどあ受け取れないんですねそうなんですなるほどねこれ今マックス10で、はいはいはい、10からこのプラス3の13話ではこれいけるんですけ ど, なるほど、ね、これ以降は使った後はもう1日要は3、はいはいはい、じゃあもう1日3は絶対使わないといった感じで結構このねストーリーも結構このゲームのまあでもやっぱストーリーメインですかねうんだけどクエストはその代わり、はいまあ、時間で回復するからですねひたすらもう周回だったりね、はい、頑張ってくださいとという感じになっております、ね、おります、はい、ポイント2つ目、うん、記憶結晶の使い分けというところでおあのキャラクターの下に装備する、はいまあ、装備カードみたいな感じで、うん、ああそれ記憶結晶だね記憶結晶あのバトル中にこういろんなねサブ効果を発揮してくれるものなんですけどもあのガチャで出るやつですねそう、はい、こちらですね、うん、いろんなそのアニメのねワンシーンを切り取ったはいはいはいものになっていてでこんな感じでねいろんな、まあ、ステータスが上がったりとか、はいはいはい、そのボーナス効果でクリティカルが 10% アップとか、うんうんうん、いろんなこういうねバトル中の効果を付与してくれるものなんですけどもこれがですね大きく分けてバトル用とストーリー用の2種類あそうなんですが存在しているとなるほどなるほど、はい、でこのクエストとかであの強敵な、ね、ボスとかと戦う時に使うのが基本的にこうバトル用の記憶結晶になっていて、はいはいはいまあ、こういうクリティカル率とかそうでこれと別で、うん、例えばこれこちら第1章で知識プラス5ってなってるじゃないですかなんかありましたねストーリーでそう知識とか勇気とかこういうので無理やりそう上げれるわけかそうなるほどねだからストーリーでそうこっちの記憶結晶を装備したキャラを連れていくことで、うんうんうん、このね知識勇気ノリ、はいはいはい、魅力とかかなでもストーリーをだから好きな方向に進めるためにはう、うん、こういうのを駆使しなきゃいけないわけですねそういうことなんですよなるほどこちらがですねそのストーリー、はいはいはい、いろいろねこうルートが分岐するっていうね、うん、その原作追体験とかイグルートとかが楽しめるモードで、はい、ここのちょっとどれか押してほしいんですけど、うん、はいこれとかちょうど分かりやすいですね、うん、チャレンジでこの知識95ポイント以上でクリアするああこんな無理だよとそうなんです思うかもしれませんが、はい、そこをカバーしてくれるとそう記憶結晶がねこのストーリーのクエストの中にこういうチャレンジとかがね、うん、あってちょうどこれとかって下に記憶結晶が必要ってなってる書いてくれてんじゃんそう
なるほどね。だからこれね、知識はあれか。そうなんです。なんでこのね、編成のここで共和決勝の相当できるんで、うんうんうん、知識上げたいんで知識で一回相当してもらうと、あ、ちょうど今つけてんじゃん。わかりやすい。このリンガの約束、はい、これがプラス5してくれるんで、これをつけていって、うん、知識を拾いまくって、そう、クリアして1周もらうと。そういうことですね。そういうことですね。記憶結晶が必要ってなんか注意マーク出てたじゃないですか、うん、あれが出てるってことは、あの分岐でね、その上がったり下がったりするんですけど、はいはい、どんだけその分岐だけではあの95には絶対行かないようになってると、うんうん、絶対この記憶結晶でバフする必要があるっていうことで、はい、そういうところでこのね、ストーリー用の記憶結晶が必要になってくると。なるほど。いうことでございます、はい、さあ今ね、実際にストーリーちょっと見てますけども、はいはいはい、来ましたね。こんな感じでストーリー進めていくと、こういう分岐が発生すると、うん、はいはいはい、でまあ右左どっちか選ぶんですけど、うん、ちょっと動かしてもらうと、はい、選んだ方向によって、まあ、これによってそのね、ルートがどんどん変わっていって、うん、ストーリーも見れるものが変わってくるわけなんですけども、はいはいはい、でもこうやってね、どんどんストーリー見ていって、はい、うん、ラム来て、はい、でストーリー見ていくとですね、うん、来ました。こんな感じでね、この分岐が現れますと、うん、でこの右左どっちか選ぶことによってこうストーリーがどん、ねね、変わっていったりとか、展開が変わってきたりとか、そう、あとはちょっとこう右とかやってもらうと、うん、このね、上の知識勇気ノリ魅力の上がるやつとか下がるやつとかが分かると。そうね、ですね。このさっきストーリー行く前にあのチャレンジってあったじゃないですか。ありましたね。あれとかが結局ね、ものによっては例えばノリを何ポイント以上でクリアしろとか、うん、ってのがあって、あれでもそれってどれだったっけとかって分からない、で型のための機能がですね忘れちゃったりとか、そう、まあ、あと後の方からチャレンジだけ拾いに来た人とかね、はいはい、うん、のために追加された機能が、はい、メニューを押してチャレンジ確認と、はい、押すとこういう風に見れるようになったと、うん、ですね、いうことですね。なんでまあこれは合計100ポイント以上というなんか割とクリアしやすそうなものだったけど、まあ、ね、けど例えば4つのうちどれかを何ポイント以上とか、うん、また記憶結晶がないとクリアできなかった、うん、チャレンジとかをね、後から拾いに行った人とかが、はい、忘れないようにこうやってもう一回見れる、はい、ストーリー中にもう一度確認できるようになっておりますと、はい、でさらにもう一個ちょっといい機能がついていて、うん、ちょっとまあどっちか今分岐選んでもらって、はい、するとこんな感じで、うん、今いいね、ちょうど記憶結晶でノリがさらに上がったけど、上がりましたね。でこれまたね、このタップしてどんどんストーリーが進んでいくんですけども、はいはいはい、これがめんどくさいよと、もう見たよって方のためにですね、なるほどなるほど、左下にスキップ機能が新たについたと。次の選択肢までスキップできる、はい、選択肢がない場合バトルやフローチャートに行きますよということで、スキップ機能がついたわけですね、はい、これ押してもらうと、あ、今回はあれか、次に進んだわけですね。なるほど。もう一回スキップ押せば、はい、はい、選択肢、はい、なるほど、すぐこの分岐に来れると。ラスト3つ目、うん、キャラクターの育成要素というところでですね、はいはいはい、これがあのちょっと実はですね、まあ、先方さんから聞いたんですけれども、うん、意外とキャラクターのこうレベル上げとかが分からないっていう方が多いみたいということで、ちょっとね、あの、はいはい、知ってる方はもう本当に当たり前だろうって感じだと思うんですけども、うんうん、ちょっとおさらいがてらね、まあ、見ていこうかな。はい、まあ、アニメから入った人なんで、そうなんですよ、ゲームに慣れてない人とかも今ね、もちろんね、いると思うんでね、この、 あのクエストとかね、どんどんただひたすらバトルしていくモードとかはもうひたすらそれでいっちゃう人とかいるみたいなんですけど、はいはいはい、なるほどね、当然レベル上げしないと勝てなくなってくるんでですね。ちょっとまず強化、はい、こちらアンソニーの好きなロズワールテが、ね、いつから俺が好きになったか分かりませんけどロズワールテがロズワールテいますけども、はい、こちら今ちょうどレベル1なんで、これで見ていこうかなと思うんですけども、うん、まずですよ、このステータスってところのね、はい、レベル強化、はい、こんな感じでレベルアップするためのねアイテムを使ってレベルを上げることができますと、うんうんうん、こうやってこういう使い方とか分かんないっていう人がね、そうそうそう、確かにいるかもしれませんね、いますから、はい、さあレベルアップ50レベルやりました、はい、これで一気にステータスとかもね、うん、底上げされてますから、はいはい、レベル1とはもう比べ物のならない強さになっておりますと。ですね。でこのレベル上げの方法、今あのアイテム使ったんですけど、うん、その他にもあのメインストーリーとかクエストにこのパーティーに編成していけば、はいはい、あのバトルで勝った時とかにこの経験値もらえるんですけど、うん、レベル1とかからだったらこうちょっと上がるみたいなんですけど、まあ、確かに上の方行くとね、そう、全然上がらないんで経験効率悪いんで、基本的にやっぱりこの経験書を、うん、はい、アイテムを使って上げるのがいいですよと、うん、なるほど。でこのアイテムの入手方法なんですけど、うん、この右側のクエスト、はい、押してもらうとこちらです。この特訓所、はいはいはい、経験値特訓所ってやつですね。ここ行けば、そう、
まあ、ロム G を倒すやつですね。なるほど、うん、ロム G を倒しまくって、これがめっちゃいろいろあって、そう、素材を集めるとですね。これの報酬がこんな感じですね。そうで、今上にね、この訓練特訓所 SP ってやつ来てるじゃないですか。はいはい。これはめちゃめちゃアイテムもらえるんですけど、うんうん、1日3回までしかできないと。なるほどね。なっていて、下にあの回数無限のやつがあるんで、はいはいはい、こっちですね、はい、うん、こっちが、まあ、普通にいけると。はい、まあ、ちょっと落ちる量が少ないんですけど、何回でもスタミナがある限りいけると。なるほど。なってるんで、まあ、まず上のあの SP の方はそんなにあの強さも変わんないみたいなんで、うんうんうん、SP まず3回は毎日絶対こなした方がいいのかなと。それはね、うん、皆さん日課にしていただいてですね。はい。でも今ちょうどこのね、端末なんかはスタミナあふれ返ってるんで、確かに、ひたすらこれを周回した方がいいですよと。はい。でこの経験値アイテムなんですけど、はい、もう一個ちょっとね、あのゲットできる場所があって、ほう、初回報酬って右上のところに100ってなってるじゃないですか。100銀貨、はい、これリゼロスメダルってやつが、はいはいはい、こういう風にクエストをね、あのクリアすると初回報酬とかでゲットできるんですけど、これですね、はい、100枚。そうで、このリゼロスメダルを交換所でね、いろんなアイテムと交換できると、うん、なってて、でこの交換所じゃあどこにあんのっていうのも、これ結構分かんないって方が意外と多いみたいです。ちなみにどこにあると思います？当てていいですか？はい、言っちゃってください。全然分かりませんね。すでに迷子です。探して。だいたいホームのメニューから、うん、はい、どこってなるよね。はいはいはい。これはですね、ちょっと一回戻ってもらって、うん、下のね4つのメニューの一番右、ショップ、はいはいはい、押してもらうと右下にですね、あ、本当だ、交換所って出てるんですよ。ショップの交換所ですね。そう、なるほど。これが意外とね、分かんないよって方が多いみたいなんですけど、はいはい、ここでこのリゼロスメダル交換所、うん、まあ、他にもいろんなね、そのミッションのメダルとかあるんですけども、これで交換できるわけですね。それで、はい、ここですね、輝く経験値の賞。はい、まあ、月にこれ5回しかだから50個までしかゲットできないけど、ね、はいはいはい、交換できたりとか、うんうんうん、あともうあのこれ、この端末だと交換しちゃってるんですけど、上の方行くとこれね、ガチャチケットとかも交換できるみたいなんで。じゃあリゼロスメダルは結構有能な、ね、うん、実はだからあのまだ始めたばっかりの方とかでリゼロスメダルあるけど、確かに確かに、めちゃくちゃ使ってねえよっていう人いそうですね。5000ぐらいあるけど何これってなってる人とかは、ここでしっかりと使ってください。交換所でいろんなアイテムと交換できますので、はい、ぜひねこちらも活用していただいて、楽しいリゼロスライフを送っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでリゼロから始める異世界生活ロストインメモリーズ、初心者向け見逃しポイント指南動画ということで、うん、まあ、大きく3つのポイントを、はい、紹介させていただきました。確かに言われてみれば本当に細かいゲームでありますので、ね、うん、まあ、分かりにくいだったり気づけない人だったりもね、ですね、いたと思うので、結構そのゲームあんまり遊んできてないけどリゼロが好きだから、もちろんね、そういう人って方が結構多いと思いますからね。多分かなり多いと思いますから、うん、まあ、ゲームに慣れてない人もね、うん、しっかりとこの動画を見て、はい、参考にしていただければなと、ですね、思います。はい、はい、あの今アップメディアの方でですね、うん、あの攻略ウィキの方も運営しておりますので、はい、概要欄の方にあのウィキのリンク載せておきますので、うん、まあ、こうリセマラの、ね、ランキングだったりとか、はいはい、その序盤の進め方とか、うん、いろいろ参考になる記事あると思いますので、はい、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。お願いします。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ皆さんもこの機会にリゼロス始めてみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。